弾道ミサイルキラーとなるイージスシステム搭載艦の建造計画に2208億円の予算を計上、これで建造計画に足りないとの情報をキャッチしました。今回はこのイージスシステム搭載艦に赤信号点灯かを詳しく見ていきますね。早くて5年後完成かな。ちょっと遅いよ。2023年に入っても、北朝鮮は各種の新型のミサイルの発射を従来以上の頻度で実施し続けており、この4月には北朝鮮自身は人工衛星の打ち上げだと称する新たな大陸間弾道弾の発射実験も間近と見る向きが大勢を占める。すでに北朝鮮はアメリカ本土までも射程距離内に収める大陸間弾道弾を保てするに至っていたが、これに関しても発射までに時間を必要とする液体燃料からその時間の短縮を図った固体燃料へとさらなる開発を進めている。日本が現状こうした北朝鮮が保有する各種のミサイルに対して自国を防衛するために保持している対抗策はこの2023年時点でも合計で8隻を保有運用している総数8隻の海上自衛隊のイージス護衛艦である。これらの海上自衛隊のイージス護衛艦は1993年から就役した金剛型4隻、同2007年からの愛宕型2隻、同2020年からの真矢型2隻で合計8隻となっているが、それらが VLS 垂直発射艦に搭載するミサイルによってその迎撃を担う。そのため北朝鮮のミサイルに対する備えといえば今やその筆頭に数えられるイージス護衛艦だが、実はこれが当初1993年に初めて導入された時の対象は1980年代初めの旧ソ連の航空戦力の脅威の増大への対処であった。当時の海上自衛隊は最新鋭の旗風型ミサイル護衛艦を1976年から配備しており、同艦は搭載する中距離艦対空ミサイルであるターターシステムによって旧ソ連の航空戦力に対抗する位置づけであった。中距離艦対空ミサイルであるターターシステムは、無論アメリカ海軍が海上自衛隊に先んじて採用していた兵装で、日本もそれに倣う形で旗風型護衛艦に実装したが、射程距離は最大でも 50km 弱に止まった。それに対して旧ソ連側は可変翼の超音速爆撃機である TU-22M、そしてその兵装として KH-22 空対艦ミサイルを配備し、これは実に最大射程距離が 400km ほどにも及び、火力ターターシステムの範囲外から攻撃が行える状況が生じた。この事態に直面した海上自衛隊では、1980年代初頭より新たな対抗策を講じる必要に迫られ、ちょうど1985年度よりアメリカ海軍で建造が始まった世界初のイージス艦、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦に準じる艦艇の建造を決定した。アーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、イージスウェポンシステムマーク7、通称 AWS を搭載した世界初の艦艇で、従来のターターシステムが、多くとも2個程度とされた、同時目標への対処を、実に、128個と、飛躍的に向上させたものだ。そして、強力なレーダーセンサ類で探知したそれら128個の目標の中で、システムが、最も脅威度が高いと判定した10個の目標に対して最適な迎撃手法を選択、それらを同時に排除することを可能としたシステムである。こうして海上自衛隊ではイージスウェポンシステムマーク7、通称 AWS を搭載した金剛型イージス護衛艦を1993年に就役させたが、
その2年前の1991年に、旧ソ連は崩壊を迎えていたため、配備時点で、すでに新たな脅威への対処が求められた。当初のイージス護衛艦は前述したように、旧ソ連の爆撃機 TU-22 や、その並走の KH-22 空対艦ミサイルの迎撃を念頭に置いていたが、同国の崩壊後には、そこからミサイル技術が流出し、北朝鮮もそれを入手したと考えられたためである。北朝鮮は、旧ソ連から入手した技術をもとに、核兵器とそれを搭載するミサイルの開発を加速させたため、アメリカや日本は、イージス艦の持つ防空能力で、弾道ミサイルの迎撃も行うという、ミサイル防衛網の構築という、新たな任務を余儀なくされた。北朝鮮は、早くも、1993年に、ミサイル発射実験を開始し、1998年には、中距離弾道弾であるテポドン1号の試射にまで及んだため、日本は混合型イージス艦に SM-3 ブロック YA ミサイルの運用能力を付与することを決定した。混合型イージス艦の SM-3 ブロック YA ミサイルは、2007年12月にはハワイ諸島の沖合のアメリカ軍のミサイル発射実験場において弾道弾を模した目標の迎撃に成功し、以後も海上自衛隊の保有するイージス護衛艦に、その実装が進められた。こうして、海上自衛隊のイージス護衛艦は、強敵によく知られている北朝鮮の弾道ミサイルの迎撃という任務を課せられることとなったが、2000年代になると、さらに、日本は、また異なる形の他国からの軍事的な脅威にさらされることとなる。それこそが、1990年代以降、改革開放路線による経済的な成功を背景に、軍事力の強化を進めてきた中国の台頭であり、日本を射程圏内に収める地対地ミサイルの配備や、海軍艦艇の驚異的な数の建造を短期間で推し進めていた。こうした中国の軍事力の拡張に対し、日本は海上自衛隊の貴重なイージス護衛艦を、ミサイル防衛のためだけに拘束しておくことが困難となり、そのミサイル防衛を別の手段で代替して、イージス護衛艦の有効活用を志向する。そこで導入が決められたのが、ミサイル防衛を担う陸上配備型のイージスアショアであり、これまでイージス護衛艦の VLS 垂直発射艦から運用されていた迎撃ミサイルシステムを、陸上の2カ所に配備して日本全土をカバーする計画だった。しかし、このイージスアショアはミサイル本体を加速させるのに必要なブースター部分を不要となった空中で分離させるに際して、その落下地点の確実な制御を行うことが困難と判断され、あえなく中止が決定する。イージスアショアの配備中止をめぐっては、ことにそれが緊急時の軍事的な対応において完全な安全を担保することを求めることの是非が議論ともなったが、日本政府は中止を選び、再度その代替手段を選定する必要が生じた。ここで選択されたのは、すでに発注済みであったイージスアショアのレーダーである AN スパイ 7V 等を流用し、それを搭載する艦艇を2隻建造してミサイル防衛を行う専用艦とするイージスシステム搭載艦の構想だった。当初は、現行のイージス護衛艦よりも、はるかに巨大な艦隊を持つ艦艇となるとの情報も、イージスシステム搭載艦の規模については囁かれたが、現在は、これは、否定され、既存のイージス護衛艦に準じる大きさとなることが打ち出されている。日本は、この2023年度分の防衛予算から、従来比で大幅な増加を図ることを決定しているが、このイージスシステム搭載艦に、ついは、
その費用として、まず、2隻で、およそ2208億円が計上されており、その額の妥当性をめぐる議論も噴出している。このイージスシステム搭載艦に割り当てられたおよそ2208億円という予算額は、同艦の2隻分の機関部と、VLS、垂直発射艦の取得に必要な費用と説明されており、実際に必要な金額のほんの一部分に過ぎないという見方だ。実際、最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型ですら、その建造費は一隻でおよそ1700億円ほどであり、これに照らしてみても、イージスシステム搭載艦の費用はかなり高額であることがうかがえ、反対派の格好の標的となっている艦は否めない。さらに、イージスシステム搭載艦の規模は前述したように、既存のイージス護衛艦に準じるとされているものの、後者が合計で96セルの VLS 垂直発射艦を装備するのに比して、前者のそれは200セルを超えるとの意見も聞こえている。ほぼ既存のイージス護衛艦と同様の規模に落ち着くとされているイージスシステム搭載艦が、いかなる設計であれば、その倍以上もの VLS 垂直発射艦を搭載可能となるのか、その全容は、続報を待つしかない状態である。